今年7月、女川原子力発電所において硫化水素を吸い込んだことにより、7名の協力企業の従業員の方々がめまいや吐き気といった体調不良を訴えました。医療機関を受診した結果、中毒症状と診断されました。この動画では、発電所でなぜこのようなことが発生したのか、今後の対策と合わせてお伝えします。硫化水素は、卵が腐ったような臭いがする有毒ガスで、一般的に汚水をためたタンクなどから発生します。自然界では、火山ガスや温泉などに含まれています。一定の濃度以上の硫化水素を吸い込むと、とても危険なため、注意が必要です。発電所では、作業着を洗濯した後の廃液と汚泥をためているタンクがあり、そのタンクの中で硫化水素が発生します。通常、発生した硫化水素は空調設備により排気されます。タンクに溜まっている汚泥は定期的にかき混ぜています。7月12日、かき混ぜる作業をしたところ、汚泥の中に含まれていた硫化水素がいつもよりも多く放出されました。このため、通常の排気ラインで排気しきれなくなり、この図にあるオーバーフローラインという別の配管にも流れ込んでしまいました。これにより、オーバーフローラインが通じる2号機制御建屋の2階にある女性用更衣室と1階にある入退域エリアにいた協力企業の従業員7名の方々が硫化水素を吸い込み、めまいや吐き気などの症状を起こしました。今後、同じことを起こさないように、次の対策を取ります。対策1、タンクにたまった汚泥は、硫化水素を多量に放出する原因となりますので、今後は定期的に排出し、堆積量を一定レベル以下に維持します。対策2、タンク内の汚泥をかき混ぜるなどの作業を行う際は、通常の排気ラインの排気量を増加させます。対策3、2号機につながる配管の弁を閉じ、流出を防止します。対策4、作業における管理体制の見直しなどを適切に行ってまいります。これらの再発防止対策を確実に実施するとともに、作業に伴う様々なリスクへの感度を高め、より一層の安全確保に万全を期してまいります。